やっほー、ドクター。遊びに来たよ。ドクター、小さいからって甘く見ないでね。里にいた頃は、町の子たちがみーんな、私の子分だったんだよ。ドゥリンはきっと、考えるのが面倒だったから、種族の名前をそのままコードネームにしたんだよね。でもそうなると、 私がドゥリンの天人かって自己紹介すると、まるであの子のものみたいに聞こえちゃうから、うん、それってずるくないここの機械って、仕組みはわかるけど、なんか変な使い心地だね。余計に複雑なものもあれば、意外と簡単なのもあったりしてさ。 フフフさすがドクターいい目してるねこれはうちのテーブルクロスだったんだけどどうやっても汚れなくて面白かったからこっそり家から持ち出しちゃったのへっへい頃パパは絶対怒ってるだろうねえ私のリンゴちゃんがすごいってう 里では割と普通かな。ドクターが遊びたいとか、研究したいとか言うなら貸してあげてもいいけど。壊さないでね。地上にはまだ慣れないことがたくさんあるけど、美味しいものがいっぱいあるから楽しい。特にロドスの食堂は最高だよ。ドクター。真面目な話。私はね。 もう成人してるからそれにドリンの中でも結構身長が高い方なのだから、あたしを見るなり頭撫でながらおやつ渡すのをやめてってみんなに言ってよねえ、ドクター。あたしの故郷には興味ある連れてってあげよっか。でも、あそこに着くまで結構歩くから。 私がその気になってからにしよう。ドクター休むのじゃあ、私の旗を布団代わりに貸してあげるね。はじめましてあなたがドクター私は天人家ドゥリン族の天人家だよ。ここなら仕事も見つかるってドゥリンが言ってたけど、 何かあたしにできることない背は小さいけど、あたしってすごいからね。ふむふむ。今の面白かったね。これってまだあるドクター。え昇進あたしがじゃあ、今まで行けなかったところに行ってもいい 最初に言ったでしょあたしはすごいよって。えっへん任務行く行くみんな、あまりあたしから離れないでね。出発みんな安心して戦って。あたしがついてるから。 んうわ、寝ちゃうところだった。ドクター、ここっていい景色だね。みんな、助けに来たよ。本気で行くよ。 リンゴちゃん、今日もよろしくね、えーえー。疲れた。ドクター、眠いからもう帰っていい？大勝利！ドクター、私ちゃんと役に立てた？勝てたんだからそれでよし。 ドクター、いちいち気にしすぎると老けちゃうよってママが言ってたよ。みんな、逃げるようわーロドスって広いね。面白いねどうして食堂は24時間やってないの アークナイツドクター、なんか面白いことない